辺のなんとか川口湖畔でやるキャンプだとか、はい、海岸で、でもその基本的には延長ですよ、8500m まででも、ただね、やっぱりマイナス40度、30度、それから風吹いたりということで、そういう意味では、ね、テントそのものを局地、交渉仕様で使ってますけど、でもこれだって海岸で張ったって十分 ね、うん、いいし、もともと僕は青森で、父親に連れられて八甲田、この大岳っていう山があるんですよ、そこに万年雪っていうね、夏でもスキーのできる、そこへテント担いで、でその頃おふくろも家族で10日ぐらいね、その辺で山菜とって、まあこれ味噌は担いでいきますけど、ね、ほとんどそういう山菜とって自給自足に近いキャンプやベース設計でスキーやると、これ随分やってました。僕も子供、まあ、できて大体まあ幼稚園ぐらいからしょっちゅうキャンプテントでと、でテント暮らしキャンプっていうのはね、やっぱり狭いところで、で一家親子でというのはすごく家族のこうね、なんだろう、まあそうです、親密感っていうか、まあ絆っていうのは変だけどね、そういうのを強める非常にいい役割してくれるし、で特にやっぱりこうテントキャンプ寝てるっていうのは自然に対してすごく敏感になるね、雨の音だって風の音だって、あるいはこう寝てる地べたのね、だから本当に、ね、自然に丸ごと体が浸ってるっていうかね、そんな感じがとってもいいですよね、うん、やっぱりあれじゃないですかね、そういう意味じゃ、まあ、アウトドアライフっていう言葉があるんだけど、このまあ、究極のアウトドアライフというのは、いろいろテント、キャンプ、生活ということだと思うんですよね。ただギアホリックだいやすごいっすもんね、ギアのなんとなくこう年取った時にこう重厚感漂うものだけでいるジジイだけはなりたくないだからそういうのあるじゃないかポップなものを友とする人になっていたいとか、どこでも暮らせるぜよ、そうなんだよね、きっと多分どっかでどこでも暮らせる可能性があると持ち上がるっていうか、うん、ああ確かに気が弱いから多分そんなどこででも暮らせないんだよ。いやでもだからなんか俺もそれ分かりますわ、逆にこうどこででも暮らせるスタイルにこうなんとなくこう自分の一票を置いておきたい、うんうん、確かに。ここも最初ここで暮らしてたじゃん、はい、こっちでやってましたよね、ベースで。ここは鹿が歩いてた鹿道だったがあって、でそれをそれのカーブに従って広げたわけ。獣道だったんですね。であのままデッキまっすぐ横切って、はい、向こうの森に消えてくるこう獣道、奥のあのドームテント2発あれは、はい、ここを探すきっかけになったテントで、あれが先に手に入ってて、はい、であれを張りたくて仕方なくて、はい、あれを普通 の, あのテント場で張ってみたらこう雨でこうなんつうの、あの跳ね返りの泥がテントの側面について汚れたの、はい、でもう頭きて、はい、絶対汚れない場所でありたいと思ってそれも面白いですね
なるほど、それでデッキを で、ね、でデッキだなと思って、だからデッキの上で貼るっていうのだけはっきりしてて、すごいですね。じゃあこの建物より前にあのテントを先に建てるっていう、でだからこの施設はあれを貼る施設だもんそうさ、だってあそこのキッチン棟の天井の高さは、はい、2メータードームが雨の時にそのままこう雨降りだしたらピャッて入れれるように高さが揃えてあるんだよ。なるほどで、まあ、キャンプとかも、まあ、それ一番の醍醐味だと思うんですよ、うんうん、扉出たらもう速攻自然みたいな感じの、うんうん、そういうのをもう5年、6年ずっとここで続けてて、うん、なんかこう自分が変わったなみたいな、なんかところとか、キャンプ場じゃなくて自分の場所にが必要だったのは、はい、例えばさっきの路からここまで歩いてくる 線、うん、線とか、うん、そこの引き込みの車道とか、はい、あとそこのカーブからどういうカーブが全部自分で線引けるんで、そうですよね、うん、俺あの仕事でデザインしたことないから、はい、なんかコピーとか盗作を繰り返してるだけなのでだから要するにそれをコピー盗作を繰り返しながらこうコンセプトみたいなところでくくって、うん、プレゼンテーションするっていうことがまあ許されるかどうかわかんないけど、ファッションってそれ遊び方もできるから、うん、だから、ね、要するにその人のものの要素を組み替えて遊んでるのが自分の仕事だとすると、うん、ここはやっぱりそのゼロから線を引ける、うん、元からもちろんあった植物とか木があるから全くゼロじゃないんだろうけど、うん、でもとにかく自分で線を引けるっていうのが、うん、もうやばいよね、やばい、多分うちのかみさんもそういうことがすごい多分面白がってるから、うん、こうこの土地ってマイナス20度以下になるのがあるべき、はい、なんかちょっと居づらいんだけど、はい、こういう状況だと特に、はい、でもなんかこう毎週うんと寒い思いしながら来るのはなんかやっぱこうキャンプをしながら線を引けるっていう、ここに畑、ここに芝とかさ、うんうん、ここに白樺植えてとかさ、うんうん、こうやっぱり線を引く 快感はすごい大きいんだね。うん、俺はなんかここですごそれをすごく味わえてるから、なんかすごいやっぱハマるポイントはその一点だな。うん、自分で線を引ける、引けるであそこから眺めて、うん、こうなんか確認できて、確認してで、それは勝手にこう配置したものがこう勝手に育っていくから、しめしめっていう感じで、いいっすね。もらうとこは、テント自体をこう動かして、そうそう、でこういう家具もここに置いてあるものは全部畳んで移動可能なものしか置いてないから、はい、だからなんかこう定住、山でのなんかこう定住にまつわる暮らしみたいなものを知りたいんだけど、うん、暮らすスタイルとしては遊牧民っぽく、うん、こう常に移動ができるような、はい、こう出口を持った暮らしをしたいっていう。なるほど、ありがとう。ね、ちょっとやばかったね。すごいいい方だった。着いたり、コスタリカに着いた瞬間に、板って詰まっちゃって。で、1週間ぐらい、おーとか言って、ないから、うわーとかなったら、いきなり少年が俺のサーフボード持って、1週間ぐらいして歩いてて、おー、それ俺のだ。すごい落書きとかしてたのが、
すっごい綺麗になってる、ね、それはでも俺のだ、それすげえ、すぐ返してくれた2本のあって、1本はなかったコスタリカでも面白いです、ラテンな外国の海の人たち、いい意味でもう最高のバカですよね、もう本当に俺んちだとか言って来たらただの砂浜で、ね、これが枕だとか言ってたら砂浜俺んちだって、そう俺んちだってすごいです、本当そこで寝てるみたいな、運転手じゃあもう間違ってないんで、間違ってない多分ここの方がまだいいかもしれない何にもないビーチでこぼってなってたけどまだこっちの方が素晴らしい、やっぱりあれじゃないですかね、あのそういう意味じゃ、まあ、アウトドアライフという言葉があるんだけど、この、まあ、究極のアウトドアライフというのはやっぱりこういうのテントキャンプ生活ということだと思うんですよね。でこれまあ本格的な登山のね、これとまた僕らよくやってるファミリーキャンプっていうんですかね、子供らにとっては一番いい自然体験になるし、これがどんなね贅沢ななんだ温泉だホテル泊まるよりもね、テント暮らしの方がずっとずっと一生の思い出にね子供の頃残ってるし。